ポーランド王プシェミス2世の暗殺王殺しは、政治的、宗教的理由によって自分が使える王を殺害すること、あるいは殺したものを指す。英語、フランス語などのレジサイドは、ラテン語の王と殺害の合成語が由来である。下国上などの忠義に反する行為であるため、道徳的な非難を込めて、国王主義逆、あるいは分威から省略できる場合、 単に死于逆とも言う。自分が使える王を殺害するということから、形式、実質や仮、棒を問わず、王位請求者同士の中殺、国家間の戦争による殺害とされる事案については、本項目の概念及び記述には含まないこととする。また、前条、追放など殺害以外の手段による場合、生死不明の場合も同様とする。ヨーロッパでは、古代においては、 宗教的意味を持って王を殺害する習慣があったとする説がある。これは王が本来人間の身でありながら宇宙の秩序を司る存在として君臨していたことに由来し、そのための能力を失った王は殺害して新たな王を擁立して秩序を回復させる必要があると考える神秘主義的な古代概念である。ジェームズ・フレーザーの禁止編の中で ローマの逃亡奴隷の再主張である森の王の殺害を取り上げている。しかし、中世の封建社会では王を頂点とするヒエラルキーが完成し、近世の絶対主義の時代には教会とも結びついて王権神授説を主張するようになったので、王を殺すことは道義的にも宗教的にも最大のタブーとされた。王の暗殺を加わらせた容疑を受けた者は、 最大の苦痛を味わわせるための拷問処刑が、然るべきとされた。フランスのブルボン朝ではアンリ4世暗殺犯やルイ15世暗殺未遂犯に対して、八つ咲きの刑を行って、見せしめとした。ところが、市民革命の時代には、宗教の自爆が緩み、社会契約上の市民の権利意識が向上したので、大殺しが革命派によって、旧体制との決別の意味で、 象徴的に用いられるようになった。新京都革命では、指導者であった、五国教オリバー・クロムウェルらが主導し、スチュアート町のイングランド・スコットランド・アイルランドを、チャールズ一世が裁判で死刑となり斬首された。その後イングランドは、約10年間の共和制を経験したが、王政復古で、チャールズ一世の息子チャールズ二世が戻ってくると、大殺しに対する報復が行われ、 クロムウェルら裁判関係者の墓が暴かれ、遺体が残首されて、晒し者にされた。なお、アメリカ独立戦争の際、国王であるジョージ3世は遥か遠いロンドンにいたため、代わりに王を、片切った絵などを焼いたと言われている。フランス革命でも、国王ルイ16世は、裁判にかけられて、ギロチン処刑された。帝政では、ナポレオン1世は即位以前から暗殺の脅威に、 さらされていたので、事故の制定した刑法に侵虐罪を設けて、死刑を唯一の罰則とした。王政復古して、ブルボン家が戻ってくると、やはり白色テロによる報復が行われたが、ほとんどは国王裁判で死刑票を投じた国民公会議員を大殺しと認定して追放するに止まった。市民革命後も君主制を採用した国民国家の中には、 大殺しは国家に打撃を与える重大な犯罪として、法制化した例が多く、大日本帝国の休憩法にあった大逆罪もそれにあたる。中国の歴代王朝における君主殺害は、州の武王が陰の中央を滅ぼした頃から数えられ、王朝交代、つまり、液性革命になぞらえる。五行思想などから、液性革命は血統を重んじず、 決闘の断絶ではなく、徳の断絶をその根拠としており、十下申しは、液性革命において、禅状と武力による、大い三奪の芳罰も認めた。日本では、諸説批判あるものの天皇家が、万世一系の君主と考えられており、本校では高等に属する君主を、属さないそれ以外の進化の者が打った事例を、想定する。蘇我馬子日本においては、 蘇我馬子が、東刊駒を用いて、ス春天皇を殺害させた例がある。殺害のきっかけは、蘇我馬子とス春天皇が、政治の主導権をめぐって対立していたことに橋を発する。そんな最中の592年10月4日に、イノシシを献上する者が出現。天皇は、郊外が棚を抜いてそのイノシシの目を刺し、いつかこのイノシシの首を切るように、 自分が憎いと思っているものを切りたいものだと発言した。そのことを聞いた孫が、天皇は自分を嫌っていると警戒、天皇暗殺を決意したとされる。なお、歴史学者の佐藤長人は、大殺しという異常事態したであるにもかかわらず、天皇暗殺後にない外に、格段の動揺が発生していないことを重視して、孫個人の作動ではなく、多数の皇族、軍心の同意を得た上での、 宮廷クーデターであった可能性を指摘している。その他この他の例としては、入る先からの逃亡に失敗した直後に救世した純任天皇や毒殺の疑いのある孔明天皇の例が未確定である。皇太子、カエサルのような強権を持った政治家、将軍などは含まず、ありがとうございます。